はい、速稼塾の久保です。今回はビットポイントからの連絡です。4月15日予定のイーサリアムハードフォークに向けた対応のお知らせということで、お客様各位が出てますね。弊社よりビットポイントジャパンをご利用いただき誠にありがとうございます。4月15日木曜日18時40分前後にイーサリアムのハードフォークが予定されています。この度当社ではハードフォークの開始前からサービスの安定稼働の確認が取れるまでの間、以下の通りイーサリアムの出金を一時的に停止させていただくことになりましたのでお知らせしますと言われるので気をつけてくださいね。イーサリアムの出金入金についてですけども、2021年4月15日木曜日15時59分までに出金依頼をした場合、通常時、同様2021年4月15日木曜日に出金手続きを、実施しますと。2021年4月15日16時以降に入金出金依頼をした場合、イーサリアムのハードフォーク後サービスの安定稼働が確認できてから出金手続きを実施するということなんでちょっと遅れますよね。安定稼働までの入金は残高に反映できない可能性、通常よりもお時間を要する可能性があるということなんで、まあこれはその通りですよね。で、注意点も書いてますけども、そうですね、こちらですね、通常時同様16時以降は出金依頼の取り消しができませんのでご注意くださいってところね、これをよく確認しておいてください。あとそうですね、他の通貨は通常と変わらないですよってことなんで、イーサリアムだけ気をつければいいと思います。ビットフライはね、BAT っていうのも扱ってますんで、そちらの方にもいろいろと前後するところがありますけども、ビットポイントさんはイーサリアムだけですね。ということなんで、皆さん気をつけていきましょう。はい、しまっていこう。